れ様です。クレポンです。今回はこのスワットのクエストをやっていきたいと思います。あんたは誰の手下だという実力を証明しろということでね、こちらの方やっていきたいと思います。いやーなんかさっきペータさんに連れてってもらったんですけど、いや連れてってもらった、教えてもらったんですけど、なんかねすごい、いやもう何が起こったかね、僕分からなかったんですよ。あのペタさんね、ランク5、レベル51で、で、まあ僕よりも断然レベルが多い、高いわけですけど、で、クエストを受けてくれてね、51のクエストに行ったんですけど、でそしたら、なんか宇宙人がいたんですけど、ちょっとね、僕の方でもあれ宇宙人出るんかな、ちょっと、後でやってみたいんですけど、宇宙人がいた。うん。いや、何が起こったか僕にはさっぱりわからん。わからんけど、宇宙人がおったんですよ。あれは一体何だったんだ。いや、なんか、弓打っても効かんし。うちはね、刀を振り回してウォーキングデッドのミションみたいなね、ミションプレイしたいですね。あ、キャラちょっと変えようかな、今まで男でやってきたけど、ミションみたいな装備にして、あ、ミションみたいな装備っていうか女キャラにして、刀プレイしよう。
から上がるあ、プラチナのカップやろ。いや、まあ、で銀のカップが1個足りてない。あ、そこにあるのか。オッケーオッケー、取ってこい取ってこい。はい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 、鍵をこじ開けてと。こちらの中にあるっちゅうことやね。はいはい、これで終了ということです。帰ろ。見かけ紐って何使うんだ。初めて見たな。いや、初めてではないかもしれんけど。お、さゆきちゃん、おい、帰ってきたぜ。半人前にして悪くないな。これから、これならあんたと組んでもいいかもね。勘違いしないでいいかもって言っただけ。まだあんたを完全に信用したわけじゃないからね。ないんだから。すんでれ、すんでれ。言い方だけか。ツンツンしてるなぁ、こいつ。やかましいね、この。ドローン。ドローン、せっかく勝ったけど、お前、のける。やかましい。はい、ということで、ご視聴どうもありがとうございました。それではグダグダ実況、ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。ろくにつぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それではエンジョイゲームズ、まったねー。